はい、バイナリーオプションスペシャリストの浜岩先生。MT4 の方ですごい詐欺というかね、スクリプト上に大きなダミーを入れてますので、プログラム上で注意してください。どういうことかというと、ステータス情報を読むと、単純だけど通貨国別の通貨情報を読むと、ウェイトかけてきます。このステータス情報ね。ね、混んでるかもからかも、こう混み合うからということで、多分ウェット入れてるんだと思う。単純な通貨国別でね、取引数とか利益数とか通貨国別のこれをね、要求してね、しますと、何分もダメ、場合によって1時間も家が止まってます。そういうふうなウェットかけてます、大きな。で、こちらの方で見てよく分かったんですけども、こちらの上のプログラムだけでね、単純形式の通貨国分けない単純のね、アカウントのね、今の利益プロフィットねを読むんですよ。そういう形態だけでプログラムは作れませんけども、今ステータス情報だけ見てたんですよ。人間が見られるようにしてね、すぐこう、毎日変化するんだね。だけども、ここ別にここの処理を入れたらね、ダミーかかっちゃうんですね。たくさんステータス読む人がいて、通達できないよっていうことにしちゃってるんだね。MT4 が、この状態フラグをね、複雑じゃないですよ。通貨コークだけで、自分が使ってる通貨コークだけ見ないといけないし、自分が使ってるマジックナンバーしか、見ないといけないわけですよね。それを設定したらダメだということです。設定して EA を壊すと処理が遅くなりますよと。1分足の分析で1時間もかかることから、ステータス来ないことがありますから、ずっと上とかかってますから、その間に取引が変わったらどうなりますか？ステータス1回出しただけで1時間も上とかかっちゃってるんですよね。MT4 の自動売買。そういうね、アクセスが多いとか言ってね、処理をしてないんです。ウェイトかけちゃったのね。だから自動売買、僕光でちゃんとやってますしね、早い回線でやってますし、非常に空いてるとこで投資でやってるんでね、処理的には最高スピードなんですよ。で、だから結局全然だから運なれば、1分足でも、1時間足で1回だけシグナルが遅れた。偶然で見つかってね。そんなことなんですよね。そんなことまでやってきてるんです。だから、僕なんかもう100万個以上も家作ってるんだけど、こういうね、これ、そんな難しいことじゃないですよ、このプログラム。これ分かります？この意味ね。自分の通貨国を見てるわけですね。で、売買とセールと両方見てるわけですね。それでそのカウント数調べてる。それとあと利益ね、損益、どの程度なのかということを分析してるんですって、ここはね。で、あとロット数ね、トータルロット数、どんぐらいのロットで投資してるかって、この通貨国って調べてるだけなんです。この状態をの分析一回しただけで、ウェットがかかるんです、最大。場合によっては1時間かかるかもしれないですね。何分もかかっちゃう。たったこのステータス、止まっちゃうわけです、家が。で、実際知らないでいるんです。動いてるように見えるんですね。このステータス出してなければ。このステータス出すとわかりますけど、そういうことで、もう初めからウェットかけてるみたいです。通信が混んでるもかかわらず、これデモですからね、これ。デモでやってるんだけど、ライブでも同じでしたね。こっちのライブでも同じだし、デモでも同じでした。で、結局この単純な形式の EA で組むんだったら、自動売買は作れないんですね、全く。そういう風になってます。だから、メタトレーダーで使う場合は、1時間周期で1回を見るぐらいの処理の、自動売買じゃないとダメですね。1時間ごとの分析ですね、大体。1時間に1回、1回、
1回ですね。1分ずつなんていうのは分析できないです。100% できないです。ただ注意してください。どんなに MT のね、プログラムで、だから、じゃあ、1時間も遅れるわけですから、わかります？だから最悪値1時間を見ないといけない。最悪いい時と悪い時ね。ね。こんな離れちゃうわけです。1時間の間。今買うよって言って時期から1時間遅れるってわけですね。自動売買だったらね。そういうことがしょっちゅう繰り返されます。ね、そういうことを1分で分析処理やったって、グラフでやってても1時間遅れてます。そういうことがあり得るということですね。だから、めちゃめちゃですよ。今、だから短期で取引してたらもうだって10秒でもう取引がなくなっちゃうけども、それ1時間も遅れてるわけですよ。自動売買は動かしてると知らないんだろうけども、ね。自動売買の方はそういう、詐欺みたいなことで動くんです。ね。で、実際で自分でやってると平気なんだけども、自動売買だと停止、ね。停止ウェット時間がふんだんに入ってますね。だから、この教えたいのは今回はこのスタートメニューでこんな単純なプログラムだったらうまく動くんだけど、こういうね、これも単純だけど、こういうふうにステータス情報を読むだけで一般的に使う単純な方法ですよ。このフラグを入れちゃダメだということはですね。じゃあ何もできないですね。どうやって組むかなということですね。で、またセールとかバイとかしたら動かなくなっちゃうんじゃないかな。で、自分でウェットとか入れて、ちゃんと取引上でね、入れて、ね、止めてるんだけど、もう止めちゃってるみたいですね。取引時間を制限しちゃってるみたい。普通ね、タイムで自分自身で入れるんだから、何でもじゃあ、プログラムで通していいってことですわ、もう。メーカー側でもうそう作ってるから。